リンピックの正式種目であり、米原市出身選手の活躍も期待されるフィールドホッケー。名前は聞いたことあるけどなという皆さんに、フィールドホッケーの簡単なルールや代表的なプレーを紹介します。 Hello everybody、 私は SCA のミッチです。ニュージーランドでホッケーをしていました。では早速、簡単なルールやプレーをいくつか紹介してもらいましょう。ミッチー、お願いします。ホッケーはゴール前にあるサークルと呼ばれるラインの内側から放ったシュートでなければゴールと認められません。サークルインするためにはドリブルをする必要があります。フィールドホッケーではこちらのスティックを使用します。フィールドホッケーにおいてはスティックの片面でしかボールに触れることができません。よってスティックをひっくり返しながらボールを左右に動かしていきます。ドリブルにはピックアップというテクニックがあります。相手が目の前にいる際にボールを地面からすくい上げて浮かせるプレーです。相手のスティックをかわす試合においてとても有効なテクニックです。また得点を取るためにはドリブルのほかパスをつないでいくことも大切です。離れた場所にいる味方には強いパスができるヒットを使います。近くにいる味方にはボールを押し出すプッシュを使います。ホッケーはスティックを使いますが、スティックで相手の体に触れたりスティックを叩いたりすることは反則です。またホッケーはボールをスティック以外で扱うことはできません。キーパー以外は足などに当たった場合は反則となります。ホッケーのシュートは時速何キロになるでしょう。代表選手のシュートは150km から200km と言われています。最後にミッチー、シュートをお願いします。